今回はトマトの話。まずトマトのコンパニオンプランツは、これね、バジル。もらったバジルの種まいたら出てきたんでよかった。バジル何がいいかっていうと、バジルは水を好むのね。で、トマトは水を好まないのさ。水がなくても育つんで、こっちに水を吸わせて、で、こっちは水なくていいようにするっていう組み合わせ。そしてね、バジルとトマトは、ピザとかでわかるように、組み合わせとして料理の相性がいいんで、一緒に育てるのも相性 OK っていうことで、食べるとこまで考えた相性です。でね、トマト、水いらないから、本当は高畝にすればいいんだよね。畝を高くして、そうすると土が乾きやすいんで、有利だっていうことで。まあ別にそこまで気にしなくてもいいけどね。で、トマトの害虫ね。あー、ピント合わねえかな。そうそう、こいつこいつ。二重ヤホシ、偽テントウっていうやつだね。こいつが葉っぱをね、この辺、こっちの方わかるけども、網目状にしてさ、食べちゃうんだよね。じゃがいもにさつきやすいんだけどね。まあ、こいつ見つけたら取ってさ、潰しといてください、どっか。あとで潰しとこう。でね、トマトね、この脇芽、これを取ってあげると。で、取ってあげるのね、今日は雨降るから、雨降る日は切らない。雨降る日ってのは、湿度が高くなるんで、その切り口から病気が入ったりして、なんだ、枯れたりするんで、雨が降る日は切らない。この脇芽ね。ここね。カラッと晴れる日の朝を狙ってチョキンと切って、で、昼間にカラッとしてる時に傷口を乾かしてしまうと。それが基本。で、あっちのミニトマトもあるんだけども、あれも同じ。とにかく、朝。晴れる日の朝に切ってしまうということを忘れないようにしてほしいなと思います。これが1段目の花だけども、最初の段はさ、まあ5個ついてるが、ちょっと俺も忘れたけども、ここでさ、ちょっとこう、花、最初落としてあげてさ、結構自分で落としたりするからさ、1段目3個だったかな。うん。その後増えてくるけれども、あ、切っちゃったね。切っちゃった。これもね、朝晴れる日にやった方がいいね。これ俺のミスだ、また。うん。まあでも、まあ大丈夫だと思うけど、風強いし、この後晴れるかな。晴れたらいいな。うん。まあとりあえず、1段目は花3つぐらいにして、その後は4つ、5つとか増やしていく感じで、体が大きくなればそれだけ、実をつけれるんで、子供を育てられる力がつくんで、まだちっちゃいから、こういう風に切ってしまうとか、こういうテクニックもあるんでね、ちょっと覚えておいてください。で、今日は、まずね、トマトの、脇芽とか花とかの切り方ね、1段目は3つぐらいにしておいて、このそういう切るときは、脇芽を切るときは晴れる日の朝、傷口を乾かすため、そこから病気が入らないためにやると。で、コンパニオンプランツは、バジル。バジルは水をよく吸うから水気を好まないトマトとの相性がいいと、あと料理の相性がいいから一緒に植えてあげるといいですよっていうお話でした。トマトね、うまく育ててください。結構あっちのミニトマトね、ミニトマトは創生強いから楽で、ほぼ放置してもいいんで。で、大玉ちょっとなんか繊細なんで、やっぱやってるとね、うん、まあでも育てやすい品種なんでね、野菜なんで大人気ですよね、みんなね。そうそう、ミニトマトはね、さ、脇芽取らないで数を増やすこともできるの。だから数を増やすと、ね、実がちっちゃくなるんだよね。でも数が欲しいときは脇芽をそのままにして育てたり、でも大きくしたいときは脇芽をしっかり取ったりとかして、いろいろやり方変えてみるといいかもしれないんで、まあ、その辺はね、個人の好みでやってみてください。